はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日はね、病院の外の公園で、ね、初めて撮影したんですけどもね、まあ楽しかったですね。すごい気持ちよかったんでね、またね、晴れたらね、やってみようかなと思います。まあでもね、その昨日はその車で行ったんじゃなくて、実はね、自転車で行ったんですよ。1時間かけてね、まあ1時間ガーって必死でこくんじゃないですよ。電動自転車なんで、ゆっくりゆっくり1時間かけてこいで、まあ着いたっていう感じの感覚で行ったんで、そんな、ね、無茶なことはしてるつもりはないんでね。まあだから、車の中で撮られへんかったっていうだけの話なんです。でもまあね、またその気持ちよかったんで、ほんまにね、まあでも寒くなってくるけど、まあすごい天気がね、まあ太陽が照ってる時はすごいね、ポカポカして暖かいんでね、まあそんな日をね、また利用してね、またチャレンジしています。ほんで今日はね、まあその昨日のその通院の お話なんですけどもね、気になるのがね、血液検査の結果ですよね。もうすでにね、昨日にね、血液検査があるっていうのをね、分かってたのにもかかわらず、そのまあ検査のね、2週間前からのね、このストレスの爆食いっていうのをね、してしまったんですけども、まあ結果を知るのはね、その正直ちょっとだけね、怖かったんですけどね、まあ案の定ね、ダメダメでしたね。でもほんまダメでした。ね、LDL コレステロールね、まあ悪玉コレステロールとね、中性脂肪と肝機能がね、この3つが基準値を超えてしまっていました。もう先生にね、チク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 言われましたね。こうね、まず僕がね、その診察室に入った瞬間にね、先生との目と目が合った瞬間に、大幅に体重増えたん。はい、食べ過ぎました、言うて、ちゃんと白状しました。ちゃんとね、食べ過ぎましたよ、と。まあ、結果はね、もう自分で分かってたのでね、その自分でも分かっていましたけども、もう先生の診察の前に、いつも通りでね、その LTF 外来っていうのがありましたんでね、看護師さんとね、先にその爆食いのことをね、話してから、検査結果をね、しっかりその見せてもらいましたのでね、あのパフォーマンスでこの結果か、というね、確認というのをね、することができました。そして、まあ、その後の先生の診察なので、まあ、今回はほんまに何の違和感もなく受け止めました。でも、あんな食生活やったのにね、まあ、意外に、その悪玉コレステロールと中性脂肪と肝機能のこの3つだけやったんですよ。まあ、ダメなんですけども、でも、例えば他にもね、その、ゆで卵とか、くるみとか、まあ、紅茶とかね、豆乳をたくさん摂取してますので、まあ、それで何かこう、偏るところもね、出るんじゃないかなと思いきやですね、そこは何もね、出てこなかったんですよね。まあ先生からもそんな特に触れられることはありませんでした。でそしてね、褒められることもありまして、血液三兄弟と呼ばれる、その皆さんご存知のですね、赤血球、白血球、血小板ってこの3つなんですけども、この3つ、正常値でした。なので、先生からその悪玉コレステロール、中性脂肪、肝機能のこの3つだけがチクチク言われただけで、この先生からもね、食べ過ぎやんように食生活を改めなさい、とね、指導を受けました。はい、すいませんでしたってね、言うときましたけども、そのまあ体重が増えた原因もね、その悪玉コレステロール、中性脂肪と肝機能のね、基準値がね、超えてしまったもんね、まあ、原因がしっかりと分かっていますので、ちゃんと改善できます。これはなので、まあ次回の検査ではね、その基準値にまでは満たなくても、まあ今回よりもまあ良い結果を残す努力をします。ただでさえね、まあ、免疫抑制剤を飲んでるからね、その基準値を超えやすいのに、まあ、ストレス爆食いというのでね、さらに超えることにね、そのお力添えをしてしまったのでね、もうこれは本当に気をつけます。で、ほんで、そんな免疫抑制剤なんですけども、なんと今回ね、免疫抑制剤の分量がね、減りました。やっと一桁台になりましたね。いやー嬉しいですよ。この8月にね、減って、まあ、10月の時にまた減るかなと思ったんですけども、まあ、そうはいかずにですね、まあ、そのまま続行してました。まあ、その理由としてはですね、そのたった1ヶ月半ぐらいでね、まあ、8月から10月って、そのたった1ヶ月半ぐらいの間でですね、その薬の分量はね、その、馴染まないと、体に馴染まないよとね、先生のね、判断やったんです。そのまあ、免疫抑制剤をね、減らすということは、免疫を抑制させないっていうことなんですよね。まあ、免疫抑制剤が減るということは、
は免疫を抑制させなくするということなんですよ。だからそのね、まあ、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいの間にですね、その免疫を抑制させなさすぎて、その骨髄移植の副作用がね、こうひどく出る可能性があるからなんです。というね、ことなんですよ。ほんで、まあ、この2ヶ月間ね、まあ、頑張ったということでですね、頑張ったんかな、まあ、たまたまその体が馴染んでくれて、副作用が出えへんかったということで、まあ、今回ね、やっと減らすことができまして、まあ、このまま多分ね、今後3、4ヶ月はこのままでの分量でね、過ごすと思います。そして今回ね、この免疫抑制剤を減らしてから、その次の診察までにどう体が変化していくのか、副作用がひどくなれる可能性もあるんじゃないか、などね、経過観察でございます。きっとね、何かしら出てくるんでしょうね。もうね、思いますよ、ほんまに。最近またその口の中が痛くなったとか、あの帯状疱疹のね、左足が痛いとか、まあ、ほんまここ最近の動画でお伝えしたと思うんですけども、それもその免疫抑制剤が8月に減ってやっとまあ3ヶ月弱ぐらいのことなので、やっぱそれぐらいの期間でね、2、3ヶ月か、まあ、それぐらいの期間でね、何かしらあるとね、変化があるとね、予想します。まあ、本当にね、あのこれまでの免疫抑制剤が減った時でもね、それぐらいのタイミングで何かしらが出てきましたからね、ほんま長く続きそうです、この生活ね。でもまあこれからのね、年末年始でイベントが目白押しなのでね、あの家族と一緒になって食べ過ぎないようにしていきます。そんな感じでね、油系と、肝臓の数値があかんかったという結果でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。